つまふ。農業ため息の死亡事故はフェンスや看板などいろいろと対策してるのに減らないんだよな。よし、ちょっとみんな相談があるんで会議室に来てくれませんかね。はい、わかりました。難しいね。難しいですね。農業用ため池って人の土地だったり立ち入り禁止してるのに、なんで人が入ってくるんだろうな。勝手に釣り合ってんじゃないかな。よくないね。へえ、資料見るとですね、子供だけじゃなくって大人の人もですね、死亡事故を結構起こしてるみたいですよ。何歳ぐらいが多いんですか？70歳以上のお年寄りの方も多いみたいですよ。へえ、そうなんだ。ちゃんとちゃんと毎年娯楽中の死亡事故が多いですね。課長、これは宮崎のひでちゃんと YouTube でコラボして事故防止啓発動画を撮った方がいいのではないでしょうか？いいですね。これ何でもやりますよ。よっしゃよっしゃ。おお、いいね、その案。よしよし、ちょっとすぐひでちゃん電話するわ。あ、もしもし、あ、ひでちゃん、はい、ご無沙汰。お疲れさんです、どうも。あのね、ちょっとお願いがあって電話したんだけど。手伝ってもらえませんか？もしもし。お久しぶりです。あ、はい。ああ、なるほど、なるほど。了解しました。すぐ行きます。お世話になってます。宮崎のひでちゃんです。課長、すいません。僕、ため池の動画を OK って言ったんですけど、ため池のこと僕全然何も知らなくて。そうか。ため池についてちょっと勉強させていただいてもいいですか？そうだね。はい、じゃあ、まずため池の勉強から始めようか。はい、お願いします。じゃあ課長すいません、ため池ってそもそも何ですか？だよね、はい、なかなかみんな身近にあるんだけどため池って分かんないんだよね。いや、なんか水が溜まってるみたいな感じのは分かるんですけど、どういうものを指すかっていうのは具体的にちょっと分かんなくてですね。ため池とはですね、もともと水がないところに、まあ、農業用のための水を溜める人工的に作られたですね、なるほどなるほど、池と思っていただければ。で、その水を使って農業が実践されてます。おお、なるほど。じゃあダムと似たようなものっていうことですかね？そうですね、ダムの小規模版みたいな感じで、はいはいはい、ただその歴史は古いですから。ああ、なるほどなるほど。2ヘクタール以上の大雨が降った時に、はい、洪水を一時的にため池に溜めて、まあ、仮の被害を防止したり、上から土砂が流れてきたりとか木が流れてきたりするのを一時的にやっぱそこで防いだりする、まあ、そういう効果もですねあるんですよ。なるほどなるほど、はい、それで仮の被害を抑えたり、まあ、防災的な効果とかですね、はいはい、いやー、ため池奥が深いですよね。もう僕今聞いてびっくりしてます。ため池って全国でどのぐらいの数あるんですか？令和3年12月の九州も結構数あるんですね。そうですね、やっぱ農業地帯だからですね。ああ、なるほどですね。どう、農業ため池分かってくれました？分かりました。でも課長、どんな風に撮りましょうか動画。だよね。で、フェンスとかもね、はい、看板とかもちゃんとあるんだけどね、はい、それを乗り越えて入ったりとかですね、釣りに行く人が絶えないんですよね。ため池にも入らないで危険なんだよっていう、まあ、誰が見ても分かるような動画を作りたいんですよ。分かりました。じゃあ防災課の皆さんに手伝ってもらってもいいですか？もうどうぞどうぞ。ありがとうございます。何人でも使ってください。じゃあ一緒に撮りましょう。はい、じゃあひでちゃんよろしくお願いします。お任せください。いいですね、これ何でもやりますよ。ため息入っちゃダメだよ。わかりました。いや、釣りはダメだよ。バラしちゃうこらー、釣りしちゃダメだよ。ごめんなさい。さあ、帰ろうかな。よいしょ。ああ、滑る、登れないよ。
帰れないよ。はい、じゃあダメって言ったでしょ。ごめんなさい。今あそこの部分ですよね、あの草とちょうど 水が来てるところまでは草だけど、そこから下がもうコンクリートってことですよね。そうなんですよね、コンクリートのブロックマットっていう仕組みなんですけど、うん、はいはい、そこがもうツル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 してますもんね。やっぱり危ないですね。ですね、だから子供の人はなるべくやっぱ近寄っちゃ危ないですね。ですです。皆さんため息には遊ばないようにしましょう。はい、落ちたら上がれませんので気をつけましょうね。はい、 OK です。